ウエラです。ヒナです。セリです。ピンク、ラテ、ティー、リー始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は私たちのマックの大好きなトップ3を紹介したいと思います。イエーイ。こちらにマックが用意されております。イエーイ。お昼時でね、お腹も空いたということで、お昼ご飯を食べつつ、紹介もしつつって感じで、雑談しながら、紹介しながら食べていきたいと思います。ながらしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速3位、2位、1位の順番で紹介していくんですけど、皆さん3位をちょっと出しましょう。はい、どこにありましょう。はい、ということでじゃあこの順番で紹介していこうかな。はい、じゃあ私はマックフルーリーの、あのオレオが少なめのやつが3位でございます。これはもう、え、好きだよね。大好き、大好き、みんな大好きです。あ、食べますか。じゃあいただきます。いただきます。うんふん、めっちゃ美味しい。久々に食べたんですけど、めっちゃ美味しい。3位でした。3位。ユナの3位はマックフライドポテト。ポテトでございます。ポテト。いや、これさ、嫌いな人いなくないってレベルでさ、いないと思う。大好きなんだけど、なんかバーガーとか頼まなくてもポテトだけで頼んだりとかするくらいポテトが大好きです。じゃあ皆さんはカリカリ派かシナシナ派、どっちでしょうか。いっせーので、シナシナ。おしなしな派です。私もちょっとあの時間経ってふにゃんってなったのが好き。ちょっと食べます。おいしいです。おいしい。相変わらずの味。いや、ポテトは本当においしい。本当においしい。王道ですね。うん。はい、じゃあ次はセリの3位です。セリの3位はチキンナゲットです。うん、これもおいしい。おいしい。これはいつ食べてもおいしいので、うん、特にあのお腹減った時に食べたら最高です。最高、最高です。で、ソースはマスタード派です。うん、それもマスタード。私バーベキュー。そうなんだ。マスタード、小さい頃からずっとバーベキューで食べてたから。あ、でもマスタードも美味しいことをちょっと大人になってから知った。ちょっと大人みたいな。うん、おいしい。久しぶりに食べました。おいしい。感動、感動の、感動の。じゃあ次、2位いきましょうか。2位を探そう。はい、じゃあ私の3位から、はい、いきますか。はい、私の3位は月見バーガーです。おいしい、これ。おいしい、これ。これは期間限定ですけど、はい、あの大好きです。キーマーが本当に美味しい。美味しい。このバンズのさ、テラテラっていうかさ、なんかわかる。ツヤンツヤンみたいな。あんな肌になりたいぐらいのツヤツヤな感じが私は好きです。じゃあツヤツヤな感じをお見せしましょう。ツヤツヤな感じをお見せします。あれ、ツヤツヤじゃない。ツヤツヤじゃなかった。ボコボコ、ボコ。この肌になりたい。ならなきゃ。これマフィンのやつもあるね。なんか美味しいよね。美味しい。では、食べるシーンがシュールなんだよね、多分ね。ゆっくり。うん。相変わらず、とっても美味しいです。はい、うん、これ なんだろうね、このシュールな感じ。次、照り焼きチキンフィレオです。これは、マックの行ってバーガー食べるよってなったら、もう大体これ。なんか期間限定のやつとかが出ると、たまにかちょっと浮気しちゃうんだけど、うん、もう絶対こっちに戻ってくるぐらい、照り焼きチキンフィレオが好きです。めっちゃ、あんまり食べたことない。食べるって言おうと思ったけど、コロナだった。めっちゃ美味しいから、ちょっと一回食べてみて。オッケー。結構ボリューミーだから。あ、そうなの。お腹に余裕があるときに。照り焼き系がさ、大体美味しいじゃん。うん、なんかさ、照り焼きのさ、ソースとかも美味しいしさ、もう美味しそうオーラをちょっと漂わせようと思って。匂いいただきますか。ちょっとなんか臭そうだよ、それ。もうちょっと臭そうだよ、それ。じゃあ、いただきます。美味しい？うんふん。
あ、今度食べてみよう。食べてみて。食べたことある？あります。美味しいよね。美味しい、これ美味しい、めっちゃ美味しい、これ美味しい、これ美味しい。じゃあ次、うん、次チェリーはポテトです。もうこれは安定ですね。安定、安定。でもあのポテトにこのマスタードソース、美味しい、めっちゃわかる。え、やってみてください。絶対やってみてください。絶対ハマります。これはハマるよ。美味しいんです、これ。あとこれももう全部ハマるからみんな、ま、とりあえず全部食べて、作ってみてください。これか美味しい、美味しい。なんかもうポテトはマックが一番美味しいってぐらい、うん、分かる分かる、本当に美味しい。乾杯、乾杯。あ、今どうぞ。今、あ、大丈夫大丈夫。うん、あ、ちょっとネタバレしてた。ネタバレしてない。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあレイラちゃんお願いします。はい、私の第1位はポテトです。すごいよね。だってこのさ、トップ3さ、全員ポテト選ぶってすごくない？ね、本当だよ。それくらい素晴らしいってことです。じゃあいただきます。どうぞ。どうも、どうも。うーん、もう、うんうん、おいしい、おいしいです。みんな大好きだよね、うん、じゃあ第1位、ユナの1位はマックフルーリーの超オレオです。あの、オレオが多い方です。クリーム多い方が好きです。わかる。なんかね、ちょっとお高めだから、たまにしか、本当にたまにしか食べないんだけど、ちょっと今日は贅沢しました。ザクザクなの、このオレオちゃんが大好きです、うんうん、ドロドロなんです。いただきます。シャバシャバ。いただきます。うん、おいしい、うん、めっちゃおいしいです。めっちゃ久しぶりに食べた気がする、これ、うん、じゃあ次、せんちゃんお願いします。せいの1位はチキンフィレオです。これは本当に大好きなんで、いつも食べますね。これと、これと、ポテト、ポテト、ポテトの名前忘れた。これと、これと。じゃあ、一口いただきます。はい、うん、いただきます。うん、美味しい、美味しい。なんだろう、このシュールな感じは。もぐもぐ食べてる、もぐもぐ食べてますね。なんか、結構みんな一緒な、一緒な感じだね。そうだね、うん、みんなポテト一緒、バターはあるし、バターはあるし、ポテトはみんなあるし、ポテトあるし。結果、マックは最強ってことでいいかな。ああ、うん、これ、まとめてマックは最強ってことで、はい、まとまりました。今からトクトクもぐもぐと食べたいと思います。はい、ということで私たちのベスト3はいかがでしたでしょうか。みんなのベスト3も聞きたいですね、うんうんうん、みんな、うん、ちょっと予想していい、みんなのベスト3、コメント欄の方じゃない、視聴者の方のベスト3ちょっと予想して。でも絶対ポテトは入ってる。分かる、あるそう、分かる。あれはダブルチーズバー。あ、分かる、ダブルチーズバー。あれと迷ったんですよ、私。あ、ね、うん、あれはあれ好きな子多いよね、うん、うんうんうん、めっちゃ美味しいもん。美味しいの、うん、食べて。ちょっとコメント欄で教えてください。教えてください。今からね、食べます、私たちは。食べます、食べます、食べます。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。